そして翌日、剛は知り合いの自動車工場を訪ねた。一体ここで何をしようというのか。おっちゃんしばらくだな。もう元気だよ。相変わらず前歯ないがな、おっちゃん。俺リエッタって金がないんだよ。金がないよ。お前はただの仕事ばっかし持ってくっから。いやもうほんまね、今日はちょっと金払うわ。あ、ほんと。これはねもう、大事なちょっと命をかけた、そう、ちょっと仕事やからね。だからね、頼むわ。実はこういうもんがちょっとあってやね。はいはい。もうこれちょっともうおっちゃんの腕にかかってんねやけども、まあ、例えばね、まあ、こう運転手がここ乗るでしょ、はい、それで、まあ、うちの相方の光一がこう後ろ乗るわ、はい、乗って、はい、それでほんじゃ出発しようか言ってブーン。剛の考えた大都会の孤独作戦とは、まず何らかの理由で光一を自動車の後部座席に乗せる。次にエンジンをかけ車をスタートさせるが、光一の乗った後部座席だけが取り残されてしまうというハリウッド並みの大仕掛け。ターゲットは必ず一人ぼっちになる。ああ、頼みだからな。そこ頼むわ。これどうしてもやらんとな。またよくうまく作ったね、これは。こっちはね、僕もびっくりしてんのよ。スタッフもようこんなん作ったな、ほんとね。これを俺にまた作れって言うの。そうそう、実物大のね。はあ、うん、よし、じゃあなんとかやろう。お願いします。女、お願いします。すみません。ありがとうございます。お父さん。交渉は成立した。そして1週間後、剛は再びおっちゃんを訪ねた。どうやらテストカーが出来上がったらしい。難しかったんちゃうかな。はい、難しかったな。ということで社長、これがテストカー。そうなんです。まあテストをやってもらって、うん、それでよければ本ちゃんのやつを作ると。そうですね、うん、じゃあちょっとエンジンかけて段取りして、ひろし君はここに乗ろう。もう今日は堂本光一としてここに乗ってください。はい、はい、じゃあ野田さん乗ってくれ。じゃあ行きましょう。レッツゴー。これびっくりするって。俺仕事あると思って乗ってこれびっくりするよね。おいおい前どっか行ったでみたいなね。これいいですわ。いけるかね。社長もこれ全然 OK ですわ。 OK かね。ええ、じゃあもうこれでいきますか。ええ、もっと完璧にこう塗装とかこれうまい具合にやってもらって、これ大都会の孤独。なるほど、はい、いよいよ本番用の車作りが始まり、もちろん発案者である剛も自ら進んで手伝った。自分の考えたドッキリを成功させたい。相方である光一に大都会の孤独をたっぷり味わってもらいたい。そんな思いが彼を駆り立て、そして勇気づけた。キリカーも完成し、主役の2人を待つ。この日、ラブラブ愛してるの収録後、偽の雑誌取材が入っている光一が遅れてドッキリカーに乗り込む手はずになっている。果たしてうまくいくのか。さあ、ということで、おっちゃん、できました。できました。徹夜をして作りましたよ。徹夜をして、ね、徹夜をしてできたのがこれ。じゃじゃん、ね、おちゃん携帯鳴ってるかな。消しちゃいましょう。本番中は電源切っといてください。はい、すいません。はいね、人の乗りますよ。あ、全然分からへん。これはね、疑いなしにもこれ絶対もういきますわ。これはタイトル大都会の孤独。これをですね、今からこの大都会で、大都会でね、こんな大都会で一人孤独になるアイドルの表情、これをですね今からちょっと見たいと思うんで、我々は向こうの方でスタンバってますんで、おじさん頑張りましょう。ありがとうございます。頑張りましょう。頑張りましょう。作戦開始。そしていよいよターゲット堂本光一が何も知らずにやってきた。果たして彼は大都会の孤独を味わうことができるのか。そしてマネージャーが乗った。いよいよ車が
決行。いやー、ドキドキした。そしてマネージャーが乗った。さあ、大都会の五目この社長がですね、徹夜をしてこの車を作ったの。そうなんです。ねえ、剛君に言われて。そうそうそう。どう、あのね、テーマはね、大都会の孤独。すごい孤独やったやろ今。つうか、何が起こったか分からん。こんな大都会でな、孤独やねん。いや、つうかね、追っかけの子おんねん。恥ずかしい。マジでこんなの作ったの。作ってもらったんですよ。金かけたね。どうもありがとうございますね。やっぱ剛もね、いずれ引っかかることでしょ。まあね、君が来たってことは僕もあるわけですから。あるあるありますよ。気ぃつけてんとね。うん。大都会の孤独作戦成功。なんですが、どうですか。抜群。これいい。最高。いいよ、いいよ。面白い。いいよ。ちょっと大都会の前だけど車欲しいもん俺。よく動くよ。動く。ちょっと待って。取り残された人の気持ちを聞いてみよう。あ、そっか。どうやった。小石くん。これあれ取材の続き言うて言ったんですよ。で、車乗ったらすぐボロいんですよ車が。今日はボロい車やな思ったらバコーン。なんでよ、もう分かんないですよ。でもさ、すぐなんか手振ってたけど、あれはすぐ気づいたの。もう、あ、もうドッキリやなと。まだね、車こんなんだってドッキリ以外何なんでしょうね。ドッキリ以外何者でもないですから。車こんなんだったらね。あのモニターの表情見てくださいな。孤独感がたっぷり出てますよね。すごい孤独やね、これ。孤独。雨上がりやったしね。孤独やん、まあ、うん、ファンの子はどんな見てたんでしょ。人の気も知らないで。ファンの子も一応教えといて、教えてたんか。そうなんや。それでやりますからいうことで。みんなもファンの子なんかも演技うまいですね。こいちくんとか言うのよ。こいちくん言うてて、うん、で学校になったら、今度は仕返し気をつけてよ本当に。そうなんですよ。君の逆襲が何が来るか分かんない。今度後ろだけスタートするかも。